人気アニメ、ガンダム、シリーズの劇場版、機動戦士ガンダム、閃光のハサウェイ、村瀬治高監督のトークイベントが9月2日、新宿ピカデリー、東京都新宿区で開催され、ブライトノア役の声優の成田健さん、アニメを手掛けるサンライズの小形直弘プロデューサーが登壇した。イベントでは、第2部のタイトルが、機動戦士ガンダム、閃光のハサウェイ、サン・オブ・ブライト、課題となることが発表された。閃光のハサウェイの原作小説は全3巻で、全3部でアニメ化する。小形プロデューサーは、第2部について、原作小説とは変わったところもある。原作小説を手掛けた、富野、義行、監督から、2部は持たないからやめろと言われている。仕掛けがあると明かした。タイトルについて、3は息子という意味、捉え方によっては太陽という意味もある。このタイトルをもとに鋭意制作していますと説明。公開時期については、あんまり長くは待たせないので、お待ちいただければと明言を避け、第2部にはブライトさんが出てくると明かした。ブライト役の成田さんは、第2部に向けて、全身全霊やらせていただければと意気込んだ。閃光のハサウェイは、1989から90年に富野監督が発表した小説が原作。宇宙世紀0105年を舞台に、第二次ネオジオン戦争で苦い別離を経験したブライトノアの息子ハサウェイが新型モビルスーツ、クザイ、クスイ、ガンダムを買って、地球連邦政府に反旗を翻す姿を描く。アニメは、虐殺機関の村瀬さんが監督を務める。第1部が6月11日に公開され、興行収入が20億円を突破するなどヒットしている。R。